私の専門は土木工工学学です皆さん土木工学と聞いてどのような学問を想像しますか土木とは国づくりです国づくりとその行為がなくなると私たちはこの国土で生きていくことすらできなくなります土木とは残酷で荒々しい自然に対して私たち人間が適切に働きかけることで国土から恵みを得るための行為なのですこれだけ災害の多い国土において大都会に住む人も 各地域に住む人も安全にお互いが連携し合って豊かで文化的な生活すなわち文明的な生活を送るために先人たちは土木を使って国づくりを行ってきたのです日本という国土は他の国に比べるといろいろな特徴がありますまず国土が4つの大きな島に分断されていますフランスのような 国国土を一体にに使いいやすす形の国に比べると圧倒的なハンデです左の図にあるように本州が赤稜山脈で日本海側と太平洋側に分断されています右の図にあるようにフランスと比べると非常に多くの河川で流域に分断されていますさらに火山エネルギーが集中していますしすべて周囲を海で囲まれているさらに気象作用が非常に激しいんです で世界の他の国から見ると滝のような川が非常に多くありまさに災害のデパートといって良いぐらいこの国に安全に住むことは難しいことなのですこのような国土において先人たちは4つの島を有機的に結びつけて活用しから日本海側と太平洋側も楽に行き来できるように鉄道や道路や港湾や空港などのインフラを時間をかけて計画し整備してきたのです 平成の30年、この国は諸外国と比べると激しい衰退を続けてきました理由は諸外国に比べて大切なインフラへの投資を大幅に削減してきたからですその結果は衰退する地域、地方に明確に認められますで、これだけ大都会に集中した現在の状況で大災害が起こるとこの国は取り返しのつかないダメージを受けると。 もほぼ確信していますこの国はどこでも災害が起こります北海道などの大切な地方にもインフラを整備して私たちが広い国土に分散して住みで活発な交流お互いを支え合う方向に私たちの国は進むべきです資源も枯渇し大幅に激減していきます大変な困難を私たちが課題解決し少しでも社会を改善していくその仲間になってくれませんか